ウィスモンちゃん、いかぼざます。皆さんどうもこんにちは、いかぼずくんです。今回はこの夢を見る島リメイク記念ということで、バシコリバガザ紹介していきたいと思います。まあ例によってね、8年前の、まあ、僕の動画をなぞりながらやっていく感じになると思います。はい、今回はですね、無限に黄金の葉っぱと鍵をですね手に入れるっていう、まあそういうバグですね。まあバグワールドを使うんですけども、前回同様バグワールドに行きます。まあやり方に関してはですね、僕の動画参考にしてください。これ失敗ですね。釣り堀の親父が上にふわーって飛んでいくと失敗です。でこれね、結構難しい、難しいよね、このセレクトバグって。前一発でできてたんやけど、結構難しくて、タイミングが遅れるとね、あんな感じで上にふわっといくんやけど、結構セレクトボタン押してから十字キー下押すぐらいの方が気がするね。あ、来た。いや、行き過ぎだー。あー、行き過ぎた行き過ぎピーポーじゃねえかよ。今のはできてましたね。オッケー。で、まあ、釣り堀のおっさんに話しかけて、釣り堀すると。で、そうすると、例のごとくバグワールドに行く。で、こっから、無限に黄金の葉っぱと鍵を手に入れに行くんやけど、今から U 手順で移動してください。まずは上。上に行って、まあ、トリッピーがおって、で、レジをまっすぐ左。で、このまま、出口の、この左側の柱。左側の柱から下に行く。で、こう回り込んで、入り口から下に行く。で、ここで、ここに来たらですね、普通に右に行きます。右に行って、ずっと右に行って、で、ここね、ここに来たら、上、右、下っていう順番で、行きます。まずは上。で、右。で、今度下。な、ピューって降りるけん、ここに着地する。で、まあ、壁は無視して、松明の上から右に行く。で、このままずーっと右に行って、階段から降りると。で、そうするとですね、なんか、普通に敵がおるんよね。で、鳥がなんか野暮無駄遣いしてるんやけど、鳥と電話が。この世界はあれなんかな、悪さをすると、鳥か電話機に変身させられる世界なんかな。まあ、よくわからんけど、まあ、こんな感じで敵も倒せると。で、このまま普通に左に行って、で、いっぱい敵がおるんやけど、ちょっと待て。鳥が面白すぎる。鳥流行ってんの？鳥が面白すぎる。で、後ろに行くと。で、まあ、鳥がおるんやけど、こいつね、この左側のこいつを倒すと、あれ？左側のこいつとこいつもか。あ、出てきた出てきた。全部倒すとか。全部倒すとこんな感じで葉っぱが落ちてきます。これ黄金の葉っぱなんやけど、これね、黄金の葉っぱを見つけた。サブ画面で確認できるよって書いてるね。ちょっと見てみようか。ちゃんと取ってますね。1って書いてる。で、これ取ったら、全部倒して取ったら、この上の方から左に行きます。で、戻ってくる。そうしたら、なんとまたもう1枚降ってくる。2個目。さあ、黄金の葉っぱ。で、黄金の葉っぱっていうのは全部で5枚あるんやけど、5枚集めてね、イベントを、まあ、起動させるというか、フラグ回収するんやけど、もうこれでね、全部、オッケー。バンジキウス。4枚目。さあ、こんな感じでどんどんと手に入れて、で、これで最後の1枚やね。ついに最後の1枚を手に入れちゃったぜーてんてんてん。とりあえず、リチャード。誰やねん、リチャードって。鍵のこと聞こう。で、これで5枚手に入りましたと。で、この状態で、もう1回戻ってくると、なんとですね、これ、葉っぱの形してないけど、スライムの鍵を手に入れた。そう、スライムの鍵になります。ウクク草原の入り口へ行こう。そう。なぜかスライムの鍵を手に入れると。で、表示はなんか、ゼロ、ゼロというか、無になってる。で、この状態で、さらにさらにもう一回行くと、今度は、黄金の葉っぱ。さあ、っていうね。なぜか鍵が手に入って、で、今度は黄金の葉っぱになると。これ5枚集めたらどうなんねやろ。さあ、これで4枚目かな ?5 枚目かな ?4 枚目か。もう1枚集めると、もう一回イベントになるのかな。ついにってなんの？あ、ならんのか。もうじゃあ黄金の葉っぱはもうずーっと無限に手に入れるってだけだよね。ずーっとこんな感じだよね。まあこんな感じで黄金の葉っぱまあ5枚集めることができると。まあこんな感じでね、結構バグワールドってメリットがあります。なんか、やたらアイテムが手に入る。バグワールドは。なのでね、まあ皆さんもぜひぜひバグワールドでまあいろんなアイテム手に入れてみてください。さあこれ普通に階段とか登れるのかな？ちょっと行ってみようか。あ、行けん？いけん感じ？あ、行ける。あ、出てきた。ちゃんと出てきた。これで多分ね、バグワールド解除ですね。まあこんな感じで階段とかから出てくると、バグワールドはね、解除されるので、まあ出たいなと思ったら階段探してください。ということでね、今回の動画は短いですけども、ここまでです。ここまで見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。じゃあの、ここまで見てくれてどうもありがとう。面白いと思ってくださった方、最後で見てくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もしチャンネル登録してくれたら、いかぼっかめちゃくちゃ喜ぶけん。他にも面白い実況動画とか、裏技爆発動画いっぱい出してるけん、そっちもチェックしろよな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。じゃろー。ふぅ、サボっておった。今日も酒飲んで寝よう。うわ、やべ、やべ、ズボン履いてなかった。やべー。